よいしょ。にゃ。6度3分でございます。メインチャンネルの方で、トアがコロナになったという動画が出てると思うんですけども、何から言ったらいいんやろ。PCR 検査。抗原検査。私も体温測ってこう。私。ヒカルとナナハと家をね、3泊4日で開けてたんですね。で、帰りしなにトワから熱が、帰りしなっていうのは午前中な、熱があるぞと連絡がありました。はい。で、ミミネは一旦猫の様子を見に帰ったんですけども、トワは2階におりまして、アルコールをしまくって、マスクもしまくって、トワもマスク2枚の状態で、はい、一瞬家に帰ました。それからご飯を食べに行って、で、トアが行ける病院を探して、でトアを迎えに行って、トアマスク2枚、私マスク、窓全開で、10分ぐらいかな、ここからの病院に行ってきて、PCR 検査をした結果、トアがコロナの陽性ということで、で、まあ、2人暮らし、何人暮らしですかって聞かれて、メインチャンネル見てもらったら分かるんやけど、何人暮らしですかって聞かれて、2人暮らしですってなったら、一緒にはいなかったんですね。いなかったけども、一応濃厚接触者になると。いうことで、はい。抗原検査キットやってます。抗原検査キットを一応やっておきます。コロナやったらどうする？なんかね、前までは濃厚接触者は5日間、一応自宅にいてくださいね、みたいな感じだったんですけど、7月22日に政府の見解が変わってまして、最終感染者と接触してからした日が、接触した人が日が0日で、1日、2日、3日目、この2日目と3日目に抗原検査をして、陰性であれば濃厚接触は解除っていう話なんですね、はい、で昨日した結果がここ貼っておきます。昨日陰性でした。で今日もう一回抗原検査をするんですけども、はい、はい、その結果陰性であればミミネは濃厚接触者解除。そもそも濃厚には接触してないんだけど、一応ね検査をしていきます。うん、コロナやったらどうする？こういうこと言わんといて。ちゃんと検査キットも買ってきましたよ。はい、お、これね、はい。これ見たことある。見たことあるな。なんか色がなったら分かるんやろ？こう。日本ラインが出たら陽性です。はい。陽性何かと思うやん。コロナの陽性。はい。今うがいしてきて。羽ついてる。羽はついてないけど。頭には、検査します。唾液検査ですね。すごいねこれ。15分でわかんねん。すごい。じゃあ15分間ハビと耐久で踊っといてくれる。いやでももう陽性やったらもう。先に出るねん、線が。陽性やったらどうしよう。え？陽性じゃない自信がありすぎるんやけど。私決めたで。もしコロナになったら、39度の熱の中、ハビット踊る。それは、この、見ときなさい。これを、見ときなさい。手元まで映した方がいい？いや、そんなん見たくないでしょ？ね。大人の俺が言っちゃいけないこと、液体が入ってる。ぶっちゃけ今もコロナですか？ぶっちゃけ今も熱出てコロナや。うん、この中に熱が高い、だから病院ワクチン3回目が4月やった。4月の頭やね。これで残念。このストローの、そもそも僕ここのコロナ悲しい。ここ待てよ、採取した。昨日もしたんやで。
糖類採取していきたい。まあ、そう、こんだけでいいね、唾はな。出しすぎたわ。このストロー面白いねんで。これは入れすぎ。弓の形をした月？ここから話してくよ。入ってる？これ入ってますね。これをここに。ここに入れて。はい。はい。で、泡を立てないように。混ぜます。ここより入れてるわ、どこ？めっちゃ学校やったね。ごめんね。そこカーテン閉めてください、りゅうちゃん、ごめん。で、どこに入れる？ん？ここにな。ここの、うん、ここ。丸いだから？うん、ここの S って書いてあるところに、これを入れたら、3から4滴入れます。これ泡立てたらダメなんだって。入れたら大丈夫？もういいかな？で、ここに、3、4滴やから4滴落とそうか。いきます。1、うん、2、3、うん、4、入れました。はい、はい、入れました。で、検査結果を待ちます。はい、すごいね、これはね、色になってきてる。うん、色ずん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 って進んでいく。鼻カラーもできるし、これついてんねん、ちゃんと。ほら、鼻からのキットと喉のキット。これ喉怖いよね。うん、喉の奥、ベロにね、ベロとか扁桃腺のところ、側壁などに 4,5 回こすりつけて粘膜細胞を採取する。痛いの嫌やから唾液で採取しました。で、まあ15分後に見よう。あ、違うな。15分っていうか、判定の確認は必ず15分以内にしてください。20分以上経過した後の出現は判定に使用しないでくださいって書いてますね。うん、だからもう鳴ってたら鳴ってたで出るんよ、日本線がね。お、見て、うん、鳴ってきてるで。なってきてるな。線が出てきたで。何やったらコロナ陽性？見て。ピンク。ピンク。紫？ピンク。そう。で、はい、心満喫。バリバリ体温測っております。なのさ、366。耳ね、朝も363やってん。最近低い。なんださ、朝測ったらさ、うん、368やった。うん、俺朝大丈夫やったな。うん、365。コル君がベッドでゴロゴロしとったから、ファブリーズの検査来た。で、もう一回測ったら、うん、はい、371やった。耳鼻科の検査結果、え、何ですか？まだ15分経ってないよ。15分以内にやった。368、大丈夫。陰性やったら、この C の横に線が出る前に T にも出るんやわ。日本線ってアウトやろ。そう、日本線がアウトです。ということで、ミミネはこれで濃厚接触者という疑いを晴らせました。晴らせました。晴らせました。15分以内に。陽性やったら C が出る前に T も出てんね、多分。そういう意味やと思いますよ。ね。よかった。で、コメントでさ、ミミネが間違えてコロナやっつって。それは嫌。それは困る。はい。いいな。ということで、あの、マネージャーさんがね、心配してくださってますので、マネージャーさんの方にこの結果も送って、引き続き。陰性？陰性です。おお。イエーイ。コロナじゃないです。コロナやって言われなくて済んだな。嘘やな。大丈夫、大丈夫。そもそも
濃厚接触はしないんだけどね。何回も言うけど。なんかでもさ、でも2人暮らしやっていうだけでさ、先生にあなた濃厚接触者ですよって言われたらそうなんやってなってしまうやんね、やっぱり。それで言ったら、うん、なっとるとは本人がコロナやって言われて、うん、うわーそうなんやってなっとるよ多分。そうやな。そうなんや、うううう俺がってなってるんやな多分。気付けとったのにってなっとるからな、うん、ちゃんとフォローしたよ。そう、もうでも今はね、何しとってもかかるときはかかる時代になってきたからね。あれやで、3分の1の人がコロナにかかるって言われたって、うちの人間10人おるのにまだ1やから。うち少ない方やと思うから ね、 ね、結構ほら YouTuber さんとかでもなってる人多いし、芸能人やらバタバタやで、周りでもね知り合いになってるとかっていうの結構聞くから。家族なんか4人中3人になりましたとかさ、うん、そんなんばっかりじゃない、だから外出してたんが幸いやな。0人やね、まだ外出してたんが幸いでございます。ヒカルのおかげでございます、ある意味。そうですよ。え？あ？怖。はい。ということでマネージャーさんの方に写真送っていきます。はい。はい、どうもご心配おかけしました。おかけしました。とは元気ですし、とはの周りもみんな元気です。陰性が大丈夫で陽性があかんやな。そうですよ。はい。じゃあねー。じゃあねー。